か。はい、それではただいまから視聴者会見を始めます。時間は11時までとなっております。円滑な進行にご協力よろしくお願いいたします。本日は、記者クラブの方から代表質問をお送りしますが、その前に、一言市の方から発表させていただきます。案件は広島の町歩き観光などについてということです。それではちょっとよろしくお願いします、はい。観光の振興につきましては、広島ならではのおもてなしの実現ということでございます。今年度、街角観光案内所トラベルパルの開設であるとか、広島おもてなしパスの導入など新しい事業を始めたところですけれども、この度広島に来られた国内外からの観光客の方々に広島の街の魅力を十分に体感していただくために新たに2つの取り組みを実施することにしましたのでお知らせをいたします。1つが広島の街歩き観光ということでありますけれども、お手元に資料があると思います。ご覧いただきたいと思います。街歩きの観光ニーズというものに対応いたしまして、市内のボランティアガイド団体が実施する街歩きのコースを取りまとめまして、インターネットで情報を発信するとともに、マップを作成いたしまして、観光メニュー化を図ることにしております。それからこのご覧いただければ分かった上りですけれども、広島の街歩き観光の名所ということで広島トリップといたしまして、ホームページやマップに表示いたします。この名前につきましては、実際にガイドをされる団体の方とか職員がですね、アイデアを出し合ってつけたものであります。広島トリップと、広島漢字の後にひらがなでトリップは、歩く方を当てるんですが、まあ、これは広島の街歩きの旅をユニークに表現したいということで、小旅行を意味するトリップですね、英語のトリップを、まあ、日本語読みしてトリップとしたんです。最後のプをですね、歩むという字を当てて、まあ、造語でありますけども、この、平和の象徴である鳩、鳩を、まあ、鳥にいたしました。でその歩くをここで、トリップと、まあ、てなことでちょっとやっております。この広島トリップの専用サイトは、本日の11時からアップする予定で、おります。またお配りしておりますマップをご覧いただけたと思いますが、このマップにつきましては街角観光案内所、これですね、トラベルパルであるとかホテル旅館等に設置いたしまして、広島を訪れた方が手軽に入手して、ボランティアガイド団体の実施します街歩きに参加したり、個人で自由に街歩きができるようにしたいというふうにしております。なお、このボランティアガイド団体街歩きの参加につきましては、電話による予約で受け付けるコースであるとか、予約なしで現地で受け付けるコースがあります。具体的な申し込み方法についてはマップやホームページに掲載しておりますので、どしどしご利用いただきたいというふうに思っています。それから街歩きコースに関しましては、4つのボランティアガイド団体が実施する11のコースを紹介しております。広島市観光ボランティアガイド協会が、3月1日金曜日から実施いたします広島歴史散策、広島城下巡りコース、回りコースから事業を開始いたします。今後はボランティアガイド団体と相談しながら、このコースの数を増やしていきたいというふうに考えておりまして、まあ、ゆくゆくは大きな展開につなげていきたいというふうに考えています。まあ、この大きな展開ですね、私は長崎市と仲良くしてきておりますけど、長崎なんかサルとやってますけどね、まあ、そんなものにでもなればなという気持ちを持ってやってみたいと思っております。あとお手元の資料を、失礼、それから外国人向けの、旅行者、これは散策モデルコースガイダンドマップということで、ありますけれども、お手元の資料を見ていただきたいと思います。中国ウィンクとともに進めてきておりました
訪日外国人旅行者受け入れ環境整備事業の一環ということで作成したものでありまして、広島地域の魅力を体感できるというものとして散策モデルコースガイランドマップ、それから広島ならではの文化とか習慣などを紹介する小冊子ということで、広島がもっとわかる本というのを同時に作成しております。この取り組みは本市を訪れる外国人旅行者に、世界遺産の原爆ドームであるとか厳島神社以外の広島滞在を楽しんでもらうために、外国人旅行者の目線に立った、まあ、広島ならではの魅力を体感できるモデルコースガイダンドマというものとして作成しておりまして、外国人旅行者の受け入れ環境の向上を図り、そして外国人旅行者の増加につなげるといったふうに、していければというふうに思っております。対応言語としては英語、フランス語、中国語、ハングル語の、4言語ですけど、中国語に関しては、簡体字、まあ、あの簡単な字の中国語と、それから繁体字のしっかり書いたりですね、この2種類がありますので、そういう意味では5言語ということになろうかと思います。このガイダンドマップではアメリカ、中国と6カ国に住んでおられる外国人を対象に実施したアンケート調査の結果を参考にしておりまして、観光関連事業者、それから、在住外国人などが参加いたしますワークショップ、旅づくり塾によって、設定された参考書を紹介しております。そして広島がもっとわかる本に関しましては、本市を訪れた外国人旅行者に広島の魅力をもっと知ってもらうために、お好み焼きや牡蠣、それから電車の乗り方など広島ならでの文化習慣見どころを紹介しております。これは配布場所につきましては4カ所の本市の観光案内所、それから市内の22カ所のトラベルファルインターナショナルであります。これは先週末の2月23日より配布を開始しております。説明以上なんですけども、先ほどご説明しました広島の街歩き観光、それから外国人旅行者向けの散策モデルコースガイダンドマップ、そして広島がもっと分かるもの の2つの取り組みをですね、国内外のより多くの観光客の皆様にご利用していただいて、町全体でおもてなしの観光を進めていきたいというふうに考えております。また現在開会中の市議会でも提案しておりますけれども、来年度もさまざまな新しい事業を打ち出すということをしていきたいというふうに思っておりますので、ぜひとも報道関係の皆様方のですね、広報型ご協力をお願いしたいというふうに、以上であります。はい、ただいまの発表につきまして質問がありましたらお願いします。はい、ごめんしまいます。ちょっと質問というかお願いがありまして、はい、せっかくなんで上りを市長に持っていただいたというのがあったんです。それでこれもっとしっかり宣伝してもらえますか。ちょっと持ち方をお願いしましょうか。はい、持ち方はだらしないか。そしていや素晴らしい格好でよろしくお願いします。先生、あ、まあ、他の方が始まった。それからですか。あ、もう一つが。一つ行きましょう。一つですね。はい。
理学部1号館に関しての活用イメージということですけど、まあ、私からすると、まあ、活用イメージを作る前に、まあ、なんといっても現状のですね、正確な把握をまずやらないといけないんじゃないかというのが思いが先に立っておりまして、まあ、これの、現状把握ですね、これをしっかりやっていくのが現在の状況であります。すなわち旧理学部の1号館は昭和6年に建てられて、まあ、それから80年渡っていく、まあ、間違いなく劣化が進んでいる中でですね、建物の保存中ほつ活用どうするかということが、まあ、懸案課題という認識になりまして、ライフデルさんの中では、まあ、この劣化状況の把握をするための調査費ですね、まあ、これを計上、するというのことになろうかと思うんですけども、まあ、その調査に関する経費は、来年度の予算の中で補正ですね、補正予算の中で審査にかかるというようなことをちょっと後回しされています。そしてその現状把握というのことができた次のプロセスで活用策のイメージということが出てくるんですけども、大きなテーマとすれば地の拠点の再生ということで、まあ、テーマとなっています。そしてあと具体的な中身付けとするとですね、そのやはり中身をしっかり考えていくことが上で一番ふさわしいのは広大というふうに基本に絞ってましてですね、広大と その連携ですね、この中でしっかり協議しながらですね、イメージを形成していきたいというふうに思ってまして、市の拠点というこういうイメージ、そこまでありますが、さらに詳細なイメージをですね、今この段階で持っているというものではないということでご了解いただきたい。それでは今の大臣に関しまして、関連した質問がありましたらお願いします。どうぞ。調査費なんですけど、補正ですけど6月の、そうですね、早ければ6月調査の規模というかですね、大体予算額とか調査のやり方っていうのはどのようなものなんでしょうか。まずちょっと担当部で検討してますけどもね、まあ、先ほど申し上げたように80年経過している中でね、現状把握にふさわしいのどういう規模でどういうふうにやるかということです、ね、まだ白紙とまではいかないけどどうしていいかということを今検討しているので、まあ、それが間に合ってないから今予算要求してないという検討であります。調査が始まるのはその6月以降ということですか。戻ります。早くて、そうですね、予算予して以降になります。はい、その他、関連質問ありますか。よろしいですか。はい、それでは、その第一問お願いします。2点目なんですけども、全国でインフラの老朽化が言われている中で、4月内にインフラ維持募集のための横断的組織を作るということなんですけども、これについての具体的なイメージだと思います。イメージね。はい。確かに市議会でのその申し上げた中身っていうかポイントでありますけどもね、間違いなくその公共施設の老朽化対策っていうのが、いろんな意味で全市的な取り組み課題になってくることは間違いないということでありまして、まあ、それを全地を挙げて、取り組むという必要性があろうかというふうに思っています。そうするとその課題をですね、取り組むため その陣容といいますか体制をどうするかということが問題になるんですけども、まあ、少し自分なりに整理して申し上げますと、その考えるべき対象公共施設ですね、あえてざっくり言えば2系統になるんじゃないかなというふうに実は思っているんですね。一つが、まあ、俗にインフラ資産と言われているようなものでありますけれどもね、これは道路であるとか橋梁であるとか上下水道など、いわば一般的なですね、市民生活に関わる公共財として日々使われるというような、まあ、こういう性格のものですね。それからもう一つはですね、やはり日々使われるんですけども、もう一つ俗に箱物というふうな部類に
なるようなものがあるんですね。例えば図書館であるとか公民館、スポーツセンターなどですね、まあ、こういった2つざっくりですよ、まあ、こういった系統があるんですけども、それぞれについてその、老朽化耐用年数が来た時にどういう問題が生じるかと申しますと、先ほどデインフラの方はですね、その性格上日々の日常生活のように供されてますから、市民の安全安心な暮らし、まあ、これらをこう維持しながら、要は安全性を保ちながら、さてどう展開するかということですね。そして使う限りにおいて保守点検ということをやりながら、可能であれば、長寿命化対策ということもやるという視点で点検をかけていく、まあ、こんな問題です。でそれはここの長寿命化とかいう話はですね、財政状況が厳しいという中から出てくるものでありましてですね、住宅に金があればですね、新しいものをどんどん変えていけばいいと、こうなるんでしょうけども、こういった一連のものが、まあ、広島の場合はですね、一時に起きてますからね、まあ、被爆の後のいろんな整備で集中的に行われている、まあ、そのことが、まあ、高度成長期の走りであるでしょうから、財源等が確保できた、これからはそういう状況のない中でですね、この財源確保ということを考えると、長寿命化というのはちょっとワンセットで考える、まあ、成果、それから箱物については これらを利用する年齢構成とかいろんなことを考えていく中で、人口が減ると今この社会経済情勢の変化が今起こってますから、こういう視点でこの箱物をどう今後展開するか、それともう一つは、そうは言いながらすでに地域ごとに根付いて利用されているということでね、地域住民のニーズというものを現存する、でこのいわば将来動向と現下における地元のニーズ、これをどう調和させながら将来的な施設の在り方をどうするか、まあ、こういうふうに考える2つの性格の公共財があるというふうに思っています。ですからこういった今後の展開を考えるときにですね、今申し上げたように資産ごとにその判断観点が異なるという中で、まず的確な現状把握をやること、それを踏まえて問題点を整理して分析するということをし、それに、将来的な在り方ということを見出していく、そしてその在り方が、見えてきたら、それに向けての整備をですね、いっぺんにできませんから、優先順位をつけてやっていくというふうなことになるんですね。その優先順位をつけるときには、まあ、地元のニーズ、関係者のニーズということもありましょうけれども、結構大きなのは財政的側面からその実現可能性を検証するという作業をこうかませていくということがいるんですね。今申し上げたようなことを、まあ、総合的にやっていく必要があるかと思います。こういった総合的なその調整を行うような機能ですね、これが発揮できる、組織をこの庁舎内に、確保すると、あるいはその今ある組織をそういったことがその機能するような組織に仕立て上げていくということが必要であると考えていまして、少し時間を要りますけれどもですね、必ずやらなきゃ課題というふうに認識しています。はい、今の質問に関しまして関連した質問ありましたらお願いいたします。中国新聞なんですけども、そうしますとこの調整部署を作ると今までと何が変わるかということになると、今までだったら、まあ、道路はこの順番であるとか橋はこの順番であるとか決めていたのを、総合調整部署ができたことでこの道路より橋みたいな、そういう話になると思うんです。ちょっと具体的なイメージのところがどういうふうに変わるのかなっていうところ、まあそれは思考の仕方のね、具体例なんですけどもね、単にそのこの橋がありました、耐用年数が来たからですね、いつの段階で長寿命化しますかだけでこう個別にやっていくということがあるんですね。その全体の予算枠があって、そういう問題が市内全域にいろんなところがある、そうするとその中で、先ほど申し上げた最優先しなきゃいかんぐらいの状況、そこに関わる例えば交通量の負荷とかね、全体へ その波及効果みたいなのを考えたときにですね、片方その全部やろうとすると全体で例えば5年ぐらいかけなきゃいかんになったときにですね、その5年の最初と
後半どっちにねその整備を見分けるかっていうようなことをやっていくような作業工程が考えられるんですね。それをその担当部署ですとその設計を書いてこういうふうにやるということでパーツパーツはできるんですけどもね、財政的な面での観点をそれをやって一個一個財政当局と個別にやるっていうんじゃなくて、それらをある程度一箇所に集めて総合的に判断できるような仕掛けにしていくということがいると思うんですけどもね、そのための一つ独立した組織を作る必要があるか、それともそれぞれ関係部署からそういうのを寄せ集めてそれらが合議体でですね協議するようにするか、それは知恵の出しようなんですね。それらやるときには組織のですねそのいわゆる処遇ですね、課長さん部長さんとかいろいろ作るときに組織で定員とかね人件費考えたりとかですね、簡単にポコポコ、なんとか対策を作るっていうのが本当にいいのか、より集まって連合組織にしてねやるのか、それはさまざまですからこれからの工夫によると思います。前者も今申し上げたようなことをその単発じゃなくて横断的にこの組織内で議論できるようなですね環境を作るということをやりたいなというふうに思っています。よろしいですか。はい、他に手を挙げたらしゃべりました。他に質問ありますか。NHK さんどうぞ。すみません、もうちょっと詳しく伺いたいのはその地域ごとにある例えばイメージとしては例えば区ごとに考えておられるとか、その区の町のあり方を考えたらその人口の減少とかそういったものも考えて進展されるというそういうイメージがある。いや、むしろ市全体ですよね。普通であればこの地域でこの区の中でですね橋が傷んできたけどもその所有の状況抜きにとにかく耐用年数来たから直してくれというふうなことがあればね、むしろその橋が例えば新しい橋ができたりしててですよ、それとの関係でどちらを優先するかっていうのを区の中で考えるのがあったとする。そうするとそれをもっとそれと同じような状況が8区があればね、他のところとどうなってるんでしょうかとかいうようなこともやらなきゃいけない。市全体でのトータルで優先順位を決めるっていうの作業も出てくるんですね。それらを一括してできるようなものを本庁内でこうちゃんと組織化しなきゃいかんということも申し上げた。よろしいですか。その他関連した質問ありますか。そのスケジュールってどういうふうにお考えですか。例えばその横断的部署みたいなものを作ったとして最初の1年はこうして、それから実際にじゃあそのスケジュールこのスキームに基づいてこう修繕していきますといったような絵はその人が頭の中でどういうスケジュールかを持ってそうですね。その検討組織は来年度ね早めに立ち上げなきゃいけないと思いますしね、たらたらできないですね。そしてやりながらでもそういった検討はですね、私は1年すぐできるようなイメージがちょっとないんですね。さっき申し上げたようにいっぱい課題ありますね。それから2種類の系統と申し上げましたからね。だからまあ急げということでやればね、まあ、せいぜい2年ぐらいの範囲でねやってくれっていうようなことを言わなきゃいかんかなっていう気がするんですけども、ただまあそれをやりながらもひょっとするとインフラの方は割とまあいいんですけどもね、箱物の方がねそのあり方そのものですね、つまりその地元のすでに利用しているニーズとか考えた時にその理念系とですね地元の方々のその要望がなかなか調整できない可能性が高いと思うんですね。こういう調整はその各区ごとにも起こるし全体考えた時いろんなバランスがねあるし、その箱物も純粋に行政的なその地域の需要のみならずですねいろんな整備のなってますかね補填というか裏返しみたいなんでね配置したりしてるのもあるんですよね。事情が様々あってですねそれらを考慮するっていうことを やりながらということですから、まあそうするとそういったことを考えるともう少し伸びるかなとかね、まあ、2年から3年ぐらいになるかなっていう感じなんですけど、ちょっとまだその辺もですねやってみないと分かんないですけども、まあ、その可及的速やかに、やるという方向で、組織の検討体制を立ち上げてやるというぐらいです。まだ十分に検証してません。その計画を作るのに2年ぐらいかかるだろうという意味ですか。うん、全体計画はねかかると思いますけどね多分。はい、その他関連した質問ありますか。よろしいですか。
代表質問は、井上さんと谷さんと。はい。それではこれで代表質問を終わります。時間がありますので、その他の質問、代表質問以外の質問がありましたら、お送りしますが。はい。広島テレビさんです。広島テレビ業界です。あのサッカースタジアムの競技会についてお伺いしたいんですけども、あの構成メンバーや日程の調整状況というのはどうなってますか。今ですね、いわゆる事務的な調整を進めてます。あの市も県も今議会でね、予算関係であのスタッフそこまで日程も近づけて、私自身もこんなものですから、まあ、あの今年度いっぱいはですね、事務的な調整しながら、今言われたような点を、あの事務的な詰め合わせをやってます。だから、実際の立ち上げはやっぱり年度を変えなさらないかなというふうに思ってますね。来年度にという感じです。今どういったところに声かけたか。もちろんあの県と商工会議所を中心に分かりしてて、でそこの中でですね、その私がざっとその今事務的にあの協議してもらいたいというふうに言ってますのはね、そのサッカーという競技そのものがプロですからね、これがあの日本全体の中でどういうふうなね動向になっていくか、まあ、そのプロサッカーチームを経営している各いろんなね団体の出資条件みたいなことをまず置いて、それと広島のこのサッカーチームをどういうふうにして育てようというふうに考えているかというのをまず、でそれに対して今後の動向なんかをまず見据えるということが大きな2つだと思いますね。そして間違いなくやりたいという気持ちと、それをやるための確実な運営システム、手段をどうするか、誰がどうやるか、でそれを構築するためにはどういうメンバーがそれらをですね合意してあるのが確実になるかということを考えるようにしましょうと思います、ね、で大枠をまず考えます、ね、そしてそこでスタジアムという個別の設備になったときに、その設備をその利用する範囲ですね、つまりその世界的な規模のものを本当にここでやるというための施設にするのか、その国内のまあ黒用でいいという、まあ、それは規模とかその病院とかですね、それから年間の運営の関係にもきますよ、その辺をどうするかということを決めなきゃいかんでしょうとか、それから要望では複合施設というようなこともありますから、そうするとそれらと絡められる施設としてどういうのを考えるかとですね、そしてあと実際に今サンフレッチェという広島の資産ということでサッカーチームありますけどもね、これがあの今特定の、 あの民間の企業が支援している、そうするとそれらが確実なものにするのか、あるいはですねどういう形で、例えば野球なんかでもですね、あのその球団をですね、あの所有者が変わっていったりすることもありますからね、そんなことをどういうふうに見込むのかというようなことをやりながら、かつ球場の今度はスタジアムの運営主体をどうするか、誰がどう参画するかですね、まってなことをやって、大体その箱物のその規模を何運営状態を考えながら、さてそれをどこに、どの広さでどのくらいの規模のものか、でそれそのものの、じゃあ建設費用をどう捻出するかとかね、まあ、そういうようなことが、一連のことがだってイメージされますので、それらをちゃんと項目立てしてあのきちんと議論するためのね順序立てをして、でそれぞれ意見をまず取るようにということを言って、今事務的調整に入っています。来年度の早い時期にはそれを立ち上げたいので、まずそういうことを議論するということをまずやらないとですね、でその射程距離といいますかね、議論するものをしっかり定めて協議会で何やるかということを明確にしないとですね、なんとなく集めてですね議論し始めたら、決めたら次の問題が出てきてね、あのどこまでねあの議論が続くか分かんないようなことでは実際具体的な条件ができませんからね、それをしっかりするということをまずやろうということを言っております。4月ぐらいかな、ね、まあ4月は新年度ですからね、なるべくそこら辺から早く保証かけてやりましょう。
しょうということは今自分的に言ってます。具体的に言ってちょっとどこまでか見にくいとかありますけどね、年度始まればなるべく早くみんなでこう集まることをやりながら事務的な調整を訴状に上げて準備していくというようなことを思ってますけどね、はい、よろしいですか、はいはい、関連者質問ありますか。はい、どうぞ。準備します。あの関連の質問ですけれども、ちょっといつも不思議なんですけれども、これは競技会というのはサッカーのスタジアムを作ることそのものを検討するのか、作るという前提になるのか、ちょっとそれがよく見えないまま話が進んでいる気がしていて、市長の中では今どういった状況なんでしょうか。作るか作らないかというと、もちろん主体がどこにあるのかによるんですけど、そこが見えないので、ちょっとよくわからない。見えない、見えてますね。その少なくとも作らないために協会を立ち上げるっていう、こういう矛盾したことはありませんからね。皆さんの署名活動を受けて、そういったスタジアム建設に向けての諸課題を検証していく。で、やるためにどういうことが求められるかということをみんなで協議しようという、ものだというふうに私は認識しています。建設に向けてどういった課題があるのか、その結果によっては作らないという選択肢もあるんです。もちろんそのスタートはやりましょうですが、私をすればそれをやるための具体的なですね、提案、こういうことをやることでできるとかですね、こうやらなければできないとかっていう、そういうできる方に向けての結論をですね、出したいというふうに思いますよ、はい、よろしいですか。はい、その他関連質問ありますか。よろしいですか。はい、その他の質問は、すみません、はい、どうぞ。CC の藤原です。すみません、昨日ですね、双葉山トンネルの建設を確認を求めて地元住民の方が提出されて、市長の方での受け止めはどのように受け止め、はい、事務情報ですと今度の、ね、実施する主体に対しての訴状ということで、まあ、詳細はちょっと、把握していませんけれども、我々とすればいろんな手続きを経て、実施可能だということでやらせていただいてますからね、訴状になればしかるべくね対応しなきゃいけない課題だというふうに思います。中身ちょっとよく分かってませんから、決してしませんけど、まあ、訴訟になれば、しっかり受け対応するという筋合いのものと。英国の方の方でも時間短縮効果もまあ限定的で、まあ、費用対効果にも疑問があるみたいなことの主張もされていたんですけれども、そのあたり、今まで委員会ともあって、まあ、話はなってはいると思うんですが、改めてちょっとそこの解説ここでまた裁判の話じゃないけど、その言われたような指摘も含めてね、全体の効果とかね、いうことも申し上げて、事業実施の案を検視料で、ね、判断してますしね、提起されているような問題を、ある意味で私どもは乗り越えてできるんじゃないかという判断で、やってる状況なんですね。ですから、訴訟でやるとすれば、承知と分かりませんけどね、理解しても叱るべく対応する、必要な対応ですね、やっていきたいというふうに思います。よろしいですか。はい。関連質問ありますか。よろしいですか。はい。読売新聞の平成26年度の着工予定だったと思うんですけども、今回の北場山のトンネル事業ですが、着工まで開いて、地元住民の方々に、こういったような説明をされていくのは、どうやって。それは、どういった。今、説明会されていた。地元の方々に対して、今回の判断に至ったね、考え方とか、どういう対応をするかということを、そうですね。しっかり十分ご理解いただけるようにね、
ュシングさん、よろしいですか。はい。その他関連質問ありますか。よろしいですか。はい。その他の質問がありましたら、あ、どうですか。はい、どうぞ。はい、あの公務テレビなんですが、あの旧市民救助についてなんですけど、はい、あの議会住んでから、まあ、方針決定というお話をしたんですが、あの松井市長がその方針決定するにあたってですね、重要なポイントだと考えられているのかな、まあ、例えばこれまで検討会では非覚醒だとか効果だとかっていうのがいろいろ話ポイント出てるかと思うんですけど、まあ、どこが一番重要なポイントだろうというのはあるんでしょうか。判断ポイント、はい、そうです。判断ポイントは実はその跡地委員会にお願いするときにも一等最初言ったことで触れてないと思うんですけども、若者を、ね、中心としたにぎわいというふうなね、テーマに、添えるように、提示したいなと思います。まあ、その、今申し上げた、あの、ワードリングが非常に、あの、抽象的でね、具体化してないというふうに言われ続けてますけども、でも、そういった、ある程度の方向性をね、あの、やる中でと、それに、そぐわない、機能で要求されるものは都市の広島の町の機能としてむしろこういうところにあった方がいいんじゃないですかってのことをみんなが整理してこう縛られてきてるっていう状況ですし、さらにあの議会などのその話とかまたいろんなお話を聞くと、それ以外にもねこういった施設をね、さまざまな施設を導入すべきだというご意見がありますからね、そういったものについても一応そのどういうふうな考慮をしたかということをお示ししながら、若者中心に岩にね、ふさわしい施設のあり方というものにしたいし、で、その皆さん議論されるときに、その例えばこの施設が明日にでもね完成するようなイメージでおられるのかね、そこの施設っていうかね、あの辺りを例えば2、3年かけてやっていくのか、5、6年かけてやっていくのか、そういうタイムスケジュールもいると思うんですよね。ある日1日、あの一晩経ったらポッとこういうものができるというふうになりませんよね。実際のその作業スケジュールを考えると。そしてその間に、この町の、あの状況も変わっていく中でね、ある意味では、そこの地域を育てるというかね、そういった、あの考え方も入れて、まちづくりを考えるっていうのことをやりたいなと。それがやはり若者ということと賑わいということを時間軸を置いてね、提示できるなというふうに思うんですよね。ちょっと抽象的で申し訳ないけど、まああのいろんなことを考えてますので、それを整理して申し上げるまでちょっと待ってください。よろしいですか。大丈夫です。関連質問ありますか。はい、どうぞ。広島なんですけど、来年の中に旧市民救助の跡地のことを考えている、先ほどサッカーに少し関連するんですけど、まあ、競技からこれから立ち上がっていく、例えば市長がサッカー、まあ、スポーツの判断を下された後、その協議会が旧市民救助以外で作ろうとなった場合や、またスポーツの関連施設じゃないものを作るとご判断された後に協議会がやはり旧市民救助がいいとされた場合、その整合性といいますか、その協議会との時期のズレみたいなのがどういうふうにまとめていくか。その通りです。全くそれをどう処理しようかと考えているわけですよ。今時間軸と申し上げたのはね、今申し上げたようにそれぞれ皆さんの意見を聞いてねやっていくというその仕掛けがですね、必ずしもうまくセットされてないです。つまり事実動いてますからね。だからスタジアム の議論っていうのは今の日程ですとしても年度を超えてねやらざるを得ない。でその議論もやりながら、まあ、その中に救助跡地というご意見も必ず考慮しなきゃいけない。その前にここ言うということを言ってますからね、どう取り込むかと、あれ余地があるかどうかね、その仕掛けをむしろ皆さんに丁寧に言わなきゃいかんなというふうに思ってましてね、今そこに知恵を今注ぎ込んでるから、もちろんお待ちくださいと言ってると思います。サッカースタジアムのことはかなり意識されているようなお答えに聞こえるんですけれども、それ もう皆さんのご意見ですから、どういうふうに
その使っていくかということはですね、結論そのものでなくてね、ご意見がどうなるか見えてませんからね、それはどういうふうにして考慮していくかというようなことはですね、いわば方法論としてお示しするというようなことをせざるを得ないなという気持ちにもなっているんです。でその辺の仕掛けをもう少し待ってください。ちょっと十分に整理しきれてないところなんですけど、問題意識はまさに言われたようなことがですね、あります。給与を持たせたようなことに結論としてなっていく可能性も、この含みになるのかどうかですよね。そのとにかくわけのわからないようなことにはしないつもりですから、はい、もう少し皆さんが考えて、あ、そうだなと、こういうふうになるんだなとかね、こういうことでですね、その整理していくんだなということが分かるような、ね、ある意味では手順といいますかね、どういうふうにして物事を整理していくかということもですね、合わせてお示しせざるを得ないとかしなきゃいけないなというふうに思って、はい、すみません、もうちょい時間ください。よろしいですか。その他ありますか。写真もね、今の確認なんですけど、その知恵を注ぎ込んで仕掛けを考えるというのは、やっぱりその九死人九鳥の活用策で、サッカースタジアムの可能性もあるし、それ以外の可能性もあるという結論になるのかなと思うんですけど。そうですね、だからまだ皆さんの意見がどれも修練されてない中でね、こうだという完全な決め込みですよ。もちろん方向性はいろいろありますけどね、そういったその意見の動向がですね、花からね、例えば排除されるっていうことはないだろうと言われそうでしょうかね。だから時間軸ありますからね。だけど申し上げたかったら、いろいろ機械しながらも実際にいろんなその工事とかね、具体的な着手するのは何年かかるんですよ。でそれとの見合いで議論がどう展開するかとかね、あるじゃないですか。だけど申し上げたら、ある日一日でかかって物事できるんじゃなくて、皆が議論しながら、その作業の進捗状況に応じて、様々な意見をですね、どう考慮していくかというようなこともですね、やっていくのがまさに、私に言わせれば対話ビジョン実行のね、まさに典型的な実証じゃないかなというふうに思ってるんですけどね。さっき言ったみたいに、スタジアムもそれ以外の可能性も残すという。残せればやりたいし、残らなくなるかどうかをもう少しよくちょっと吟味したいんですね。ちょっと抽象論で申し訳ないけど、もう少し完全に整理しきれないです。すみません。そういう、皆様方のそういうご疑問とかどうなるんだろうということについても、お答えしなきゃいけないっていう意識あること。そして、跡地についてどういうものに、すべきだということも明確にしなきゃいかんと。この、やや、表面的に言うと、相矛盾したことをですね、整理してお出しするということをしなければならないという認識にあるということで、ご理解いただきたい。はい、すみません、関連なんですけれども、それはその3月末までに跡地に関して、例えばスポーツ複合型とか、緑地、もしくは文化芸術というね、大きな3つの地区があると思うんですけれども、市長の中でその3月末までに、パキッとどれかというようなことを決めるというわけではなくて、何かもうちょっとその幅広いことをお考えなんですか。どうした、決めるけど幅広いってことかな。もうちょっと丁寧に説明してください。ちょっと、まあ、整理しててですね、答えられますって言うんですけど、今整理中ですので、待ってください。その今言われたような要素もですね、組み込まなきゃいけないんです。だから確かに決めたなということであるとともに、しかしそのいろんな議論がですね、ちゃんと投影されるやり方でもあるなということもですね、お示ししている。この同時のですね、複数の要請を満たす同時の解除と、今なんていうか3次方程式か4次方程式で やらなきゃいかんと悩んでるということで、ご理解いただいて、2次元じゃないですか、3次元か4次元ぐらいの感じになって、頭の中ではね。それはつまりその複雑なことになりません。出したらなそうかなってなると思います。もちろん。うん。うん。そんな大したこと言ってるわけじゃないんですけども。そうなんですよね。だからこそもうちょっと詳しく教えてほしい。それで言えるんだったら、その別に今言えますけどね。まずそのいろんな方の意見も聞いた上で整理するという、これも重要なものですからね。そこをどう説明するかですね。それと合わせてます。
先ほどありましたようにスタジアムのね競技の体制も整ってないわけですからね、この見通しも立ってないでしょ。それらの意見がまだ出てないわけですよ。だけど世の中とすればスタジアムもそこにこういう意見もあるしですけど、跡地検討委員会ではそのスタジアムも選択肢の一つとして排除してない中でね、その決めてないのに決めるというやり方は自分とすれば台湾ビジョン実行という中の詰め切れてないものをねいきなり起こすというのもどうかなと思うし、しかし今段階でいろんな議論を聞いた中で一定のその方向性もある程度自分側に整理できているので、それも示したいというのもある。その方向性とこれからの議論をどう調和させるかというのことをねしなきゃいかんかなと思うし、その調和のさせ方についてです、ね、大した話じゃないですけど少しく知恵がいるなということです。まあ、出せば分かりますね。そんなにね慌てないで、もうちょい時間ください。その他質問ありますか。時間に来てますけれども、もしありましたら、その他の質問でもありましたらどうぞ。よろしいですか。はい、それではこれをもちまして、本日の記者会見終了させています。ありがとうございました。